フナッピーです。こんにちは、こんばんは。リスナーの皆様、YouTuber の皆様、お元気ですか？フナピーも元気ですよって言ったぐらいでやっていきますわね。はい、今日もフナピー島パトに行ってまいりました。はい、今回はコラボではございませんが、ラフラフがレプシーにリニューアルしてお値下げされたアイテムをゲットいたしました。はい、それがこちらでございます。袖チュールプルオーバーでございます。商品情報はこちらでね。サイズは L でございます。お色は中黒、はい、もう真っ黒黒助さんでございます。そして気になるお値下げされた金額はっていうと、税込み1639円のところ770円にお値下げされておりました。ポリエステル 95% ポリウレタン 5% のもちっとした、縦にも横にもストレッチ性のある素材となっております。でね、こうやってクシュクシュっとしてもシワになりづらいのも嬉しいございますわ。そしてポリエステル 100% の柔らかチュールがお袖にドッキングしてるわけでございますわね。袖口はリブなのよ。やっぱりこのドッキングしたお袖がポイントでございます。でね、嬉しいことに両サイドにはちょっとだけスリットが入っております。裏はね、こんな感じで滑らかな肌触りでございます。そしてフナピーはインスタもやっておりますので、もしよかったら見てくださいませ。ではこちらレプシーの袖チュールプルオーバーでコーディネートしてみたいと思います。胸元にはひなさんのマンテルネックレスをつけて、トップスはブランジングをして、ボトムスはひなさんの千賀フラワースカートに、足元はテラさんのハーフストレッチブーツに、持ってるバッグはポシレーナさんの 2A バッグで、ホワイト多めな冬のモノトーンコーデにしてみました。ちょっとしたポイントは、スカートから足が見えないぐらいのハーフ丈のブーツがポイントね。はい、そして今回フナピーが購入したこちらレプシーのソレチュールプルオーバーでございますよね。164センチのフナピーがアウトにして L サイズを着たらこんな感じ。 L サイズでもゆったりしていて、両サイドにはスリットが入っているので、フナピーのポッコリお腹も安心ね。また生地がもちっとしていてストレッチ性もあるので、脱ぎ着も楽ちんで、張り感のある生地だから気になる肉感も拾いづらいです。また裏は滑らかな肌触りなので、着心地よく着用できました。ネックラインは横に広がったボートネックで、お顔周りがすっきり見えるし、肩の下がったドロップショルダーにチュールがついたボリューム袖で、フナピーの気になる二の腕が全く気になりませんわね。袖口がリブなので、腕まくりをしてこんな感じでね、プシュッとさせてグッとボリューム出してもいいんじゃないでしょうか。またブラックだからアクセサリー映えもいたします。
では次行ってみましょう。トップスは腕まくりをしてゆったりとしたサイズ感の小松さんのセンタージップジャンスカに、足元はノムさんの編み上げブーツに、差し色として持ってるバッグはノムさんのかぶせバッグで、近くのランチビュッフェにお出かけコーデでございます。これならいっぱいいただけそうね。では次行ってみましょう。キャスケット帽子をかぶり、トップスはアウトで着用し、ボトムスはユミさんのセミワイドパンツに、足元はエナメルのローファーのワントーンコーデに、テラさんと星玲奈さんのチェック柄ストールを、フリンジをこのように出してゆるーく無造作に巻いて、星玲奈さんの煽りハンドルバッグで水色をアクセントにしたリラックス感あるカジュアルコーデにしてみました。はい、今回はレプシーの袖チュールプローバーでコーデいたしました。冬のきれいめモノトーンコーデ、ジャンスカでランチビュッフェコーデ、ワントーンコーデに小物アクセントにしたカジュアルコーデ。さて、フナピーのお気に入りのコーデは、はい、こちらでございます。はい、これでフナピーのシマパト&コーデネート終わりにしたいと思います。皆さんの何かの参考になれば嬉しゅうございます。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。バイバイ、また見てね。いくわよ、じゃんけんよ。はい、じゃんけんぽい。フナピーはグーを出しました。フナピーも元気でしょって言ってくれるんで、ちゃだって勢いついちゃった。ごめんなさい。